1対0。浅村の打球セカンド弾いて二塁セーフになりました。際どいタイミング、吉井監督リクエストです。リプレイ検証に入ります。セカンド際どいタイミングでした。判定セーフで、そして今吉井監督がリクエストをしました。中村もよく止めてよく弾いて、そしてすぐさまセカンドに送りました。さあどうでしょうか。際どいですね。なかなかスライディングの土煙もそうですけども、あの審判の角度ではなかなか見るのは厳しいですよね。ちょっとねこれ滑ったところで砂ぼこりも舞ってるんで、はい、小深田の足が隠れているので、そうですね、完全にねボールをキャッチした、審判団出てきました。判定通りでした。イーグルス先制です。いやこれ長い長いリプレイ検証でしたけれども、はい、判定通りピッチャーが始まる。センターへ三塁ランナーが、そしてセカンドランナーも三塁を回った。ボールはカットまで。岡島2点タイムリーヒット、3対0になりました。あ、素晴らしいですよね。しっかりとセンター前をね、つなぎのイメージでね、大きい、一発も欲しいところなんですけどもね、ここはしっかりと狙い球絞ってセンター返しでしたね。この回1点で終わりませんでした。岡島に2点タイムリーが出ました。これで3対0になります。追加点4対0になりました。今ピッチャーの鈴木の足に当たりました。そして打球が三塁キャンバス方向に転がっていって、サード安田がバックアップして、三塁一塁にかかっていた。ランナー一人、三塁ランナー帰ってきました。山崎剛にもタイムリーが出ました。山崎は引っ張ってのタイムリー、5対0です。いやこの回はチャンスメイクのヒットと、それからランナーを返すヒットと、はい、日本のヒットを放しました。そうですね、この一気にね、攻めたいところだったので。